昨日ですね、レモンサワー買いに家の近所のコンビニ寄ったら、女の店員さんにあからさまな態度を取られました。いつもありがとうございます。オスボンバー徳島のパンプキンです。本日もドッカンバトルやっていくんですけども、まあ、店員さんもね、客を選ぶ権利はあるって話ですよ。ちょっとね、昨日あれなんですよ、ちょっと作業服汚しちゃって、なんか燃料がねかかっちゃったんですよ。で、着替えればいいのに、その時に限ってちょっと着替え持って行ってなくて、もうこのままでいいやと思って、でレモンサワーをいつも通り買いに行ったら、まあ、なんていうんですかね、なんか体のけぞりながら接客してたわいや、臭かったんだろうなと思って、うん、申し訳ないことした、うん、悲しい。ただね、あれやめた方がいいよ俺は心広いからな、うん、大丈夫やけど、他の客やったら怒られてんで、ね、まあ、そんな話は置いといてね。第45回天下一武道会が11月25日から開催されます。25、26、27、金土日ですね。頑張りますか皆さん、頑張りますかで、その第45回の天下一武道会から、ローカル報酬が変わるんですね、ローカルもそうやね、ローカルランキング報酬が変わります。そうですね、ジャッキーチューンですね。で、今回のこの動画ではですね、ジャッキーチューンのエルアーノの性能と並びに技上げ方法を、うん、皆さんにお届けしようかなと思います。ぜひね、最後までご視聴の方よろしくお願いいたします。頑張っていくわよまあ、あんなん久しぶりやわよ異性にあんなあからさまな態度されたの悲しいないや、悲しい、なんて言うんだろう、面白かったですわ、逆にいや、こんな店員さんまだおんねやと思って、うん、で、そう、LR までね、ドッカン覚醒いたします。はい、いや、楽しみで、総合ランキングでシャンパですね。はい、これも強いですね、性能見ると。うん、まあ、ドッカン覚醒まではいかないんですけども、ドッカン覚醒前でこの、性能ですから、ドッカン覚醒後、うん、もう楽しみかなという感じで、はい、まあ、頑張ってください。頑張る人は。まあ、仕事なんですよ。仕事。土曜日は仕事ですね。金土は仕事ですね。で、このね、第45回展開地、ごめんなさい。第45回展開地武道会に、関してですね、8周年記念ミーティング ?8 周年ファンミーティングか。うん。ただ、総合ランキング50位まで入賞した方のみ、うん、ファンミーティング来てもいいですよの、うん、特権がくれるわけですわ、まあ、うん、ね、ファンミーティング招待者、私ね、総合入ったことないんです。総合入れないし、まあ、もし仮にファンミーティングの招待者のこのね、称号を手に入れたところで、俺東京まで行けねえし、うん、名前の通り徳島なんで、もう時間もお金もないんで、バーダフェスにだいぶやられたんで、いけないですね。まあ、常時ね、うん、常に頑張ってる方、まあ、いけるんじゃないかなと思ってます。はい。まあ、チケット会社とか、まあ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 、いろいろありますわ。うん。まあまあ、走られる方は走っていただいて、うん。これですね、ファンミーティングね。うん。はい。まあ、そんなこんなで。まあ、頑張っていきましょうよ。楽しんでいったんやよ。な。ただもう、天下一は土日だけでって。で、まずそうですね。技上げ方法からちょっと説明しましょうか。うん。ジャッキー・チョーの技上げ。そうですね。まあ、LR までなんで、レベル20まで上げなきゃいけない。ただ、レベル10までは、老化予診使わなくても、うん、上げる方法があります。まあ、それが、この方法でございまして、はい、同盟キャラを食わせればいいんですよ。うん、まあ、これはもうね、ドッカンバトルしてる人はもうご存知かと思うんですけども、同盟キャラを食わせることによって、必殺技レベル、まあ、10までは簡単に上げることができます。これ、この超技のジャッキーチューンイベントドロップさんとなってまして、誰でも入手することができます。はい。で、このね、SR から SSR、この状態で、食わしてほしいんですよ。で、ドッカン覚醒ですか、ドッカン覚醒して食わしてもいいんですけども、
ここのね、ブルマの覚醒メダル、並びに、カメちゃん、ウミガメの覚醒メダル。これね、天下一武道会、を周回しないと手に入んない覚醒メダルとなってまして。で、このジャッキー・チューの覚醒メダルも、ベラボーに集めなきゃいけないんですよ。それはちょっとめんどくさい話ですし、ここいらも枯渇気味な方、ちらほら見受けられますんで、ここまではね、しなくて大丈夫です。この状態、この SSR の状態、で、壊したらね、確か 50% は上がりますんで、そうですね、20体ぐらい、集めたら、必殺技レベル10まで、上げることができます。ただ、LR までドッカン覚醒して、これ壊せると、1% かそれぐらいだったんじゃないかな。うん。ドッカン覚醒する前ね、素体のまんまで、このジャッキーチューン、この状態で、壊して、いくと、20体ぐらいでレベル10になることができますんで、はい、ジャッキーチューン手に入れたい。手に入れようと思ってる方はですね、来週の火曜日にね、開催されます、超教習イベントですね、入手することができます。はい。で、そのステージが、はい、これですね、今は開催されてませんよ。今は開催されてません。今撮影してるのが木曜日なんでね。うん。火曜日、先ほど言いました、火曜日に開催されます、このジャッキー中のね、超教習イベント、ステージ1。うん。ステージ1で、入手することができますんで、ぜひぜひ、うん、集めて、ください。はい。今、虚無期間だからちょうどいいんじゃないかな。うん。まあ、これを機にね。まあ、鍵使って今集めとってもいいですし、火曜日開催された時に集めてもいいですし、まあ、それはおのおの、ご自由にお任せします。はい。で、続きまして、その LR のジャッキーチューンの性能、ちょっと皆さんと一緒に見ていきましょう。はい、こちらとなっております。ちょっとツイッターの方からちょっとね、画像を拝借させていただいたんですけども。はい。で、リーダースキルが、天下一武道会カテゴリーの 130% リーダーですね。はい。で、必殺技、一旦ディフェンス上昇の相手に極大ダメージを与え、高確率で気絶。これ漢字読めない、ごめん。読める方コメントで教えて。で、超必殺技、優勝キックですね。これは読めるよ。一旦アタックが上昇ですね。はい。普通の必殺技はディフェンス上昇して、超必殺はアタック上昇ということですね。で、相手に超極大ダメージを与え、高確率で気絶ということで。で、気になるパッシブなんですけども、自身の気力プラス4、アタックディフェンス 120% ということで、初めてなんじゃないかな。いつもだったら点数アップのパッシブスキルだったんですけども、この度は掛け算形式のパッシブに、変わったということで、現環境に合わせてきたのではなかろうか。で、天下一武道会カテゴリー自身を除く味方全員の気力プラス3、アタックとディフェンス 50% アップですね。で、必殺技発動するためにさらにアタック 20% アップで最大 60% です。で、攻撃を受けるたび、さらに、ディフェンス 20% アップで最大 60% で、超必殺技が命中した敵からダメージをそのターン中 50% 軽減ということで。いや、補正はしてくれるし、うん。自分自身も強いわって、ダメージ軽減もするわということで。いやー、強いですね。ただ、なんだろう。天下一武道会カテゴリーの自身を除く味方全員か。天下一武道会キャラの補正か。補正、そういうことだよね。天下一武道会の購買率200、8周年で 200% 来るんじゃん。絶対ないよね。うん。まあそうですね、レッドゾーンで使うっていうよりもバトルロード向けかな。わかんない。で、アクティブもありますね。一時的にアタック 610% アップですね。マフーバーって意味だったっけこれ。あ、無点老子の意味だったっけね。で、ダメージ与え、発動したターン中 64% の確率で会心が発動。64%。ということは、追撃寄りに振った方がいいっていうような潜在よね。で、アクティブスキル発動上限なんですけど、バトル中自身が6回以上受けるんですね。発動可能。またはバトル中必殺技の発動が4回以上で発動可能1回のみということで。で、リンクスキルは、まあ、こんな感じで、カテゴリーが天下一武道会カメハメハ、惑星破壊、フルパワー地球人、高速戦闘少年編、頭脳編ということで。はい。カテゴリーもふんだんについてますんで、チーム編成もしやすいかと思うんですけども、天下一武道会カテゴリーの味方全員の補正か。惜しいね。そういう認識でいいよね。いや、わかんないな。天下一武道会のキャラってなんかおったっけね。まあまあな、いろいろおるんでしょうけども。まあまあまあ、性能はこんな感じで、掛け算形式の、パッシブスキルになってますんで。いや、強いっすよ。いや、欲しいっすね。
いやこれマジでガッツリ周回できる人、ま、羨ましいな。うん、まあ天下一武道会のね生配信も、うん、まあ、やっていこうかなと思いますんで、まだねチャンネル登録お済みでない方ぜひねこの機に、チャンネル登録ポチポチ、してほしいなというところで、第45回天下一武道会、来週の、金曜日からね、開催されますんで、無理のない程度に周回頑張りましょうというところで、無理のない周回を頑張る、どっちやねんっていうところでね。すいません、最後までご視聴ありがとうございました。この動画が良ければチャンネル登録コメント高評価よろしくお願いいたします。それでは皆さんまたね。